どうも影やんです今日はですね売り上げを安定させるためにということについてお話ししたいと思います。まあ近況報告としては昨日空手の稽古へ行ってですねまああのー、いろいろとまたこう学び気づきありましてほんでちょっとね動画は撮れなかったですね最後ちょっといろんなこう説明があってですね動画は撮れなかったんですけども、えー、しっかりと。 同情、えー、稽古させていただきました。ということで今日の、えー、売り上げを、えー、安定させるためにということなんですけども、えー、僕が今ちょっとねこう新たにいろいろとこうやってることがあってですね、えー、そのためにまあまあ簡単な企画書ですねまあまあ本当に簡単なもんですけども企画書を書いて、えー、それを。えー その施設にちょっと送りましたというところで今のところ反応ないんですけどもこれはねもうちょっとこう続けていこうかなと思っておりますで続けることによってですねえ自分の売り上げを安定させるためにと今日のね売り上げ安定させるためにって言いましたけどもその売り上げをそこでこう 採用されたりするとですね、売り上げが安定してくる形にこうなってくると、一旦ねでね、それをこうどん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 そういう、えー、施設であったり、企業であったりというのをこう増やしていってですね、えー、安定させるとともにですね、えー、自分がこうスタッフさんをこう、ねえー、雇ってですね、雇うというか、まあ、えー、業務委託みたいな感じかな、にしていってですね。で えー、そこに働いてもらってその人たちはこうある程度のこう金額を稼ぐことができる状態を作ってですね、えー、僕のこう知ってることっていうのはこう全てお伝えするんでですね、えー、自分でねこうやっていただくということがいいから独立してねやっていただきながら、えー、まあまあ僕の仕事もやるということで。 こう安定させてっていうことをこう循環させていくことができたらこう面白いなというふうに考えてます。うーんまあこれはだから結果がどこのタイミングで出るのか、まあ、やり方がもうちょっと違うやり方をしないといけないのかとかいろいろこう出てくるとは思うんですけど、一旦ねそのいろんなそういうここに。 自分のこうサービスを入れていくとですね、えー、より良いものになるんではないかとこう喜ばれる確率が確率がよ喜ばれることが増えるんではないかっていうところを探してですねそこにこうアプローチしていくということをこうしていこうというふうに考えております。こ、まああのーまあ、こればっっかりはああるる程度ね当たって砕けろ的なところももんですけども 1、まあ、一つ2つこう反応が出てくるとですねこれは、えー、大きなことになっていくかなという何かこうまたそれをこう,うまくいったことによる、えー、またヒントを得られて違うことにもこう使うことができるかなというふうに考えていますんで、えー、まあ動くことは動こうと。 いうところですね、えー、じーっと待ってるだけではなくてですね、えー、自分が自ら動いてですね、えー、やっていくとこれがやっぱりこう必要かなと思ってますその売り上げがこうまあまあ僕は売り上げは別に下がってないですけども上がってる方なんですけども、えー、そこでまた工夫して、えー、さらにこう安定させたり、えー、上げていくためにねこうやっていくっていうのがこう商売やと思いますんでね。 えー、そういう,こう自分なりの、ね、工夫というかそういうのはこうどん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 していかなあかんというふうに、えー、思います。でそうすることによってね、まあ、今は1人でやってるんで1人でやってて、まあ、家族分だけでいいんですけどもそのやっぱりスタッフさんとかやるとスタッフさんがちゃんとこう潤ってこう生活できるの売り上げだけはこう上げていかないと。 いけなくなくくってくるんで、そのためにもね、えー、その練習ではないですけどもそ,のそういうこともこう自分でできるこう自分になっておかないとですね、えー、1人分、えー、1人前の分しかかを稼げない、えー、状態であれあったら全然その、まあ、1人前の器でしかないと思うんで。 ここからこうちょっと器を広げていくためにもですね、えー、売り上げを上げるそれを狙って上げていけるこう状態をこうえ作り出せるとねまた自信にもなりますしいろ、えー、んな突破口がこう出てくるんかなというところですね。 だから、えー、何も動かなければ、えー、売り上げが上がるのは、えー、0%です、確率はね、動きはね、えー、1%でも上がるということなんで、そこからまだ改善していって100、100%に近づけていく、えー、そういうことをしていけばいいということだと思うので、えー、まあ挑戦ですね、うん、売り上げを安定させるためにということは、ある意味、まあまあ、自分の中で挑戦ですよねで、どこまでいけるかというところであります。 ということで、今日は売り上げを安定させるためにということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございました。